では村瀬さん、もう一度やってあげてください。お願いします。やってやってくださいよ、もう。やってやるか。持ってるやつで。やっちゃおっか。お願いします。好きです。付き合ってください。いいよ。あなたのハートを狙い撃ち。あ、これ、これ。いきますよ。ど真ん中、アタックゲーまだまだやっていきますよ。うん、はい、ドン。こちら。女性の憧れのシチュエーションといえば、1、あご食い。2、アスナロ抱き。3、頭を撫でてもらう。4、壁ドン。ごめん、あのさ、うん、この中のさ、2つしかわかんないんだけど。え、後ろからギュッと抱きしめられる。アスナロ抱きですよ、アスナロ抱き。皆さん知らない？こういうやつ。いや、ここじゃやらないです。女性が来てくれないとやらない。アスナロ抱き、こういうの。それなんかあのちっちゃい子供をおんぶしようとしてるの。こうやって肩に乗せようと。おい、ダメダメダメ、見返るよって。そういうやつか。違うよ。なるほどね、すごい分かった。違うの、うん、あ、顎食いっていうのは、顎食いってのこう、こういう、うんうん、こういう状態で、うんうん、いきなりあっ、ってやられる。顎を食いのようにして刺すとかじゃないんだね。バカ。そういうのじゃないんだ。バカ。バカ。でも女性が憧れるシチュエーションか。やっぱ最近のトレンドだと壁ドンですよね。あ、でも壁ドンは熱い気がするな。怖くないですか、壁ドン。あ、されたことないから分かんない。あ、どうなんだろう、ね、されたいってこと。え、ちょっと待って、想像してみる。死んでもしねえからね。あ、本当、うん、別に俺もされたくないよ。なんだ。チェどうする、じゃあ壁ドンに。じゃあ壁ドンでいいか、うんうん、とりあえず壁ドンということで、うん、じゃあ僕らが選んだのは4番壁ドンでございます。それでは結果を見てみましょう。オープン、ドン。難しいね。女性の気持ちはわからないね。わからないね。これ超難しいな。でも1ポイント獲得ですよね。そうだね、今のとこ1ポイントしか獲得できない。1ポイントしか獲得できてないよ。あ、これラスト。これやったら5ポイントとかないですか。じゃあ5。じゃあ 5, じゃあ5。これ正解したらじゃあ5ポイントらしいです。あ、やった。あ、819ポイント獲得。うわー、すげえ、インプレしてる。いつものやつ。俺らができないからってやつ。はい、じゃあ次の最後のアンケートいきますよ。うん、普段はレイな村瀬くんが意外な方法で告白してきた。どれが一番グッとくる。はい、じゃあちょっとこれ一個ずつ。これさ、なんかいじめなの。ちょっと待って、やってです。カメラさん、アップは大丈夫ですか。いや、アップしなくていいです。あ、アップしなくていいです。1番、めっちゃ低音ボイスで、うん、おい、お前ふざけんなよ。おい、お前ふざけんなよ、マジで。おい。ちょ、アップしなくていいです。ひで、おい、じゃあ、アップするんだったらこうやって読む。アップするんだったら俺は仕事しない。あ、よかったよかった、ちゃんと切り替わってくれた。あ、じゃあ、ちょっと待ってね、あの、仕切り直そう。はいはいはい、意外な方法で告白してきた、うん、どれが一番グッとくる。アップしてんじゃねえかよ。アップしてんじゃねえかよ。いいじゃん、早くやって、時間も押してんだから。じゃあもうこっち読もう。はいよ。1いいから早く。1、好きです、付き合ってください。2、めっちゃ酔っ払って告白。あ、1はね、めっちゃ低音ボイスで告白でした、うん、2、めっちゃ酔っ払って告白、うん、あの、僕を付き合ってください。3、うん、付き合ってやってもいいよ、めっちゃ上から目線で告白、うん、4、ちょっとこれいじめでしょ。4ね、ちょ、4言うね。あの、みんなこれ台本だからね。俺の名前は村瀬歩。これからの人生お前と一緒に歩む。イエーイ、お疲れ様でした。バイバーイ。はい、ということでね、めっちゃ低音ボイスで好きです付き合ってください。めっちゃ酔っ払って、あの、僕と付き合ってください。上から目線で付き合ってやってもいいよ。僕の名前は村瀬歩む、これからの人生お前と一緒に。じゃあもうそれいいから、それ冷静に言わなくていいから。もう行っちゃおう、もう行っちゃおう。はい、じゃあ皆さん、はい、投票してください。どれが一番だと思いますか。僕はね、4番だと思います。これ一番多かったです。もう一回やってもらいましょうね。あ、はい、じゃあ4番ということでね。ちょっと勝手に決め、ちょ、本当に、はい、
それでは皆さんの結果を見てみましょう。オープン、ドン。あー違ったあでも一番多かったのがめっちゃ低音ボイスで告白好きです付き合ってくださいということでございますので、それでは村瀬さんもう一度やってあげてください。お願いします。やってやってくださいよ。もうやってやるか。持ってるやつでやっちゃおっか。お願いします。好きです、付き合ってください。いいよ。え お前どうした。俺が付き合ってやる。いいよ。はい、ということで皆さんありがとうございました。まあチャレンジ失敗ですねこれは。いろんなものを失った気がする。あ、まあ、一応ね最終獲得ポイントの発表しておきましょう、うん、僕たちの最終獲得ポイントはこちら1。あもう今見事にあの純平さんの指が1本突き出しました。1、そうある意味ねナンバーワンというのは大事ですから。そうだね、今日一番何かを失った日だったからね。そういうのにかけて1だね。うまい、うん、わチャレンジ失敗。チャレンジ失敗した。ダメだったね、残念ですね。せっかくもらえるチャンスで、まあ後で自費で買いましょう。せっかくここまで来たし、ね。いやこれもらってもいいでしょう。これいろんなもの失ったよ。もういや面白いな村瀬歩さん。はい、ということでいや最高のニコラはありがとう。もういいの。皆さんアンケートの協力本当にありがとうございました。以上ど真ん中アタックゲームでした。そういう名前だったね。そういえば。IQ カラスノ高校放送部。前みんな帰っちゃった。やっぱりさ、部活ってさ、家に帰るまでが部活だと思うんだよ。そうだね。だから、ちゃんとロッカールームで反省会しよう。そうだね。いつも通り。ちゃんとしてないとダメだね、うん、そうということで、ロッカールームという名の30秒間の反省会です。お今回は初のニコ生ということでございまして、お、反省会をしたいと思います。まあ30秒で済まないなきっとな、うん、それではスタートということでね、お画面が切り替わらないことが一つ反省なのかな、うん、あなるほどね、うん、あイエーイ切り替わったということでね、ちょっとはしゃぎすぎちゃったね。そうだね。でもなんかそんなうわー熱いって感じじゃなかったね、うん、気づいたら汗かいてた。いやーもう俺、うん、鼻の頭健康な犬のようですもん本当に。そうでもないよ。大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあメイクさんが抑えてくれてんだ。さすがさすがだな。さすがだな。いやちょっと脇あの脇はね見せないよ、うん、やばいやめろよやめろよやめろよマジでマジでやめろ。恥ずかしい。やめてマジで。もう、ああ、ちょっとこのまったりしてくる気が、なんか終わっちゃうのやだね。そうだね、うん。ちょっと終わっちゃうのは寂しくなっちゃうっていうのがまあ反省点ですね。ちゃんとキリッと終わるっていうのもまた一つね、仕事の一つですからね。なるほどね。うん、反省点何かありました？そうだな、唐突のことに弱いなと思った。ほう。あのなんだっけ。普通にこう進行してたじゃん、うん、だけどなんかあの告白なんで村瀬歩の告白あったじゃん、うんまだね、あれ来た時にいやあのねもういいよもうやらないよもうやらないからいいんだけど大丈夫大丈夫芝居的なところ大丈夫反省してない。あの、ね、芝居的なところの、ね、反省がすごいあるんだよね。そうそれはねなんでかっていうとまだあるよ。いやそうなんでかっていうとですねあの1個目のね低音ボイスで告白っていうのがね低音ボイスっていう方にねちょっと重きを置きすぎちゃって、なるほど。その中身として目的がよくわからなかった。なるほどね。だから今度はちゃんとそこに目的を入れて最後にちゃんと言いたいなと思った。もう一回やっときなよ、うん、でもいいや反省会だから。反省会だからね、うん、反省は生かさないと。そうだね。どっかで生かせる機会が。俺の名前は村瀬歩む。これからの人生お前と一緒に歩む。もうやだ、もうやだ。ねえウシトラウタツミヨーチェケラチョーってね。お前さじゃあもうなんだもう楽しかった。せやな、せやな、うん、はい、じゃあ、まあ、こんな感じでまた楽しいニコ生できたらいいねっていうことで皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。